グリーゼ876ビットとは地球から見て水亀座の方向に約15光年離れたところにあるスペクトル型 M4 ボルト型の赤色外星を公転している太陽系外惑星である。公転周期は61日で地球の約6分の1である。1998年6月に発見され赤色外星を公転する太陽系外惑星の中では最初に発見された。 グリーゼ876ビットの存在については1998年6月22日にカナダのブリティッシュコロンビア州ビクトリアで行われた国際天文学連合会議において天文学者ジェフリー・マーシーらが初めて公表した。この発見には結句天文台やック天文台における観測で得られたデータが使用された。マーシーが公表した2時間後には ジュネーブの太陽系外惑星探査チームがフランスのオートイコールプロバンス天文台やチリのヨーロッパ南天天文台の望遠鏡を使用してこの惑星の存在を確認した。発見された方法はドップラー分光法であるが1998年当時よく使われていた恒星の視線速度を求めて惑星の存在を間接的に証明する方法ではなく 恒星のスペクトルのドップラー効果による微妙な変化を求めて惑星の存在を間接的に証明する方法が用いられた。グリーゼ876惑星系にはこの惑星を含め4つの惑星が存在することが知られているが、この惑星は一番初めに発見された。グリーゼ876ビットと仮説上のその衛星の想像図。惑星の質量が大きいためこの惑星は 表面が固体ではないガス惑星であるとされる。この惑星はドップラー分光法でしか観測できず、構成グリーゼ876に及ぼす重力の影響から推測するしかないため半径や蘇生、表面の温度などは不明である。もし蘇生が木星に似ていて、化学平衡の状態にある場合、温度の低い地域では水の雲が生成される可能性があるがあっても、大気中には、 ほとんどないと予測されている。ドップラー分光法で分かっている。この惑星の質量の加減質量は木星の1.93倍である。真の質量は軌道傾斜角によるためドップラー分光法で発見された惑星は通常は加減質量しか分からない。しかし、クリーゼ876惑星系は地球から15光年と比較的近い位置にあったため、 ハップル宇宙望遠鏡に搭載されたファインガイダンスセンサーズを用いてクリーゼ876ビットによる恒星のふらつきを詳細に観測することができた。この観測は太陽系外惑星の位置を詳細に求めた初めての観測であった。この観測を分析した結果、軌道傾斜角は84.6度であると求まった。クリーゼ876ビットの場合は、 惑星系内の惑星同士でラプラス共鳴を行っているため実際の軌道傾斜角は59度で質量は 2.2756mJ と求まった。惑星の平行温度は 194K であると推定されている。また、クリーゼ 876C や E のようにかつて惑星移動を行っていた可能性がある。クリーゼ876ビットの主星は グリーゼ876という赤色矮星である。質量が 0.32m、半径が 0.3r と太陽よりも小さい。有効温度は 3129k で、年齢は約25.5億年である。グリーゼ876惑星系の惑星の軌道。グリーゼ876ビットは主星から3番目の位置にある。 グリーゼ876ビットは内惑星グリーゼ876シート、グリーゼ876イ、e、ート1、2、4のラプラス共鳴をしている。ラプラス共鳴を行う天体としては、木星の衛星であるイオ、エウロパ、ガニメデカンの共鳴の発見以来2番目に発見された。その結果、大規模な相互作用が起こり、軌道要素は急速に変化する。 惑星の軌道離心率は小さく、太陽系の惑星に似ている。軌道長半径は 0.208au で、太陽、水星間よりも短いが、主星グリーゼ876が小さいため、グリーゼ876ビットは、ハビタブルゾーン内にある。グリーゼ876ビットは現在は、ハビタブルゾーンの外側境界付近にあり、主星は、 赤色矮星で進化もゆっくりと進行するため、ハビタブルゾーンは今後何兆年もかけて外側へ移動することになる。つまり、数兆年後になって、やっと、ハビタブルゾーンの内側にあるということである。ガス惑星における、生命存在の可能性はまだ不明だが、この惑星に大きい衛星がある場合、生命の存在が可能な環境である、可能性がある。また、潮汐力の影響があっても、 大きい衛星ならば十分生命は存在できる。このような衛星が形成されうるかは不明瞭であるが、ガス惑星なら衛星を持つ可能性は高い。衛星があった場合、安定した軌道を取るためには、衛星の惑星周囲の光転周期 PS と惑星の光星周囲の光転周期ピアニッシモの比率が1、9になる必要がある。 シミュレーションでは巨大ガス惑星や褐色矮星の衛星で太陽に似た恒星から 1AU ほどの位置にある場合、光転周期は45日から60日以内が最適とされている。クリーゼ876ビットの場合衛星の光転周期が7日より短くないと安定した軌道を取れない。調積力による効果は衛星で プレートテクトニクスが起こる要因になると考えられており、火山活動による衛星の温度上昇や磁場の生成、いわゆるダイナモ効果に関与している。46億年もの間地球のような大気を持続させるためには、衛星は密度が火星に似ていて最低でも質量が 0.07M ある必要がある。大気の比熱的散逸を防ぐためには衛星に強い磁場があれば、 構成風をそらすことができる。NASA の探査機、ガリレオの観測により、衛星であってもガニメでは磁場を持つことが分かったため、大きい衛星なら磁場を持つ可能性がある。ありがとうございます。